皆さんこんにちは。本日もご質問にお答えしていきたいと思います。フェイスターンをせずに距離を伸ばしていく方法のための膝の使い方をやりました。でその時の動きについての、本日は左足をさらにちょっと使っていくヒールアップについてです。で皆さんヒールアップというとかなりこう足を上げていくような動作に感じますが、本来人間が動いていく上で足を地面にべったりくっつけて動かしていくと、体重配分というのはかなり両方に分かれて、両方踏んでいるような状態になってしまいます。ですからゴルフスイングというのは右から左への動きで打っていますので、しっかりと体重の移動が行われて初めて回転運動になっていきます。ですのでその体重配分をしっかりと右に移して、そしてクラブの重さと一緒に左に移しながら回転を促進してスイングできるように訓練していきたいです。でそのために何が必要かというと、今回はこのようにヒールアップについて考えてみたいと思います。でヒールアップといってもかなり足をこのようにすごく上げる、かかとが少し浮いているような状態を作っていただいて、まずバックスイングを取るということが大事になります。でヒールアップをすることでどうなるかというと、まず左足の力は抜けて、左サイドでこのように腕を押してしまったり、左サイドを引っ張ってしまったり、左を踏ん張ってしまったりっていう左足だったり左腕の緊張感が取れますので、左かかとをちょっと力を抜くような形で、右足で体を回していくような形でバックスイングを完了していくときに、自然に左足が上がる程度で構いませんので、まずヒールアップをして打てるような体勢を訓練していただくということが大切になります。左足を浮かすことに慣れてきたら、大体のイメージとしては左足を踏む、体重を乗っける、そして回る、そしてクラブを振るという4段階になってしまいます。左足が上がっているとしたら、左足を踏む、そして体重を乗せる、そして回転する、そしてクラブを振っていく。この順番が一般的に考えられている順番だと思いますが、その左足の浮いている状態をそのまま自分で感じ取りながら、まず腕を下げる意識でスイングしていきましょう。でその時のかかととのタイミングは、腕が下がって重さがくることによって初めて左のかかとがこのように着地するようなイメージで、腕が下がって着地、腕が下がって着地のような意識で、腕が下がったことでかかとが着地してダウンスイングに入っているような形でスイングしていけるように練習してみてください。そうすることで、ご質問にもあるのですが、この下げてからターンして打つという練習をしていて、そのまま直接実際スイングするときにどこでタイミングを測っていいのかというのが分からなくなってしまうというようなご質問もありますので、なるべく下げてターンするというスイングの流れを感じながら、軽いヒールアップから腕が下がることによって、そのヒールアップがダウンした時がちょうどインパクトぐらいの感覚で、腕が下がることでかかとも下がってターンしているというようなイメージでスイングする練習をしていただければ、腕を下げて体重移動が入って、体重移動が入ることでかかとがついてターンが入っていくというようなスイングの順番に意識が変わっていくと思いますので。なるべく足のヒールアップの使い方は、ヒールアップをしておいて腕の重さでヒールアップを抑えて下げていってあげる流れで、そのまま回転で打っていただくというようなイメージを持って練習していただければ、スムーズにダウンスイングがクラブの重さと一緒に体がつながって回転していくような打ち方が体感できると思いますので、ぜひ軽いヒールアップから腕を下げることで、そのかかとが下がるようなイメージを持ってスイングを練習していただけると良いのではないかと思います。本日もご視聴ありがとうございました。では実際の動きで確認してみましょう。このように左足のかかとがアップでバックスイングからややヒールアップをして少し浮いているような状態になっています。でトップに来た時にかかとが浮いていて、ダウンスイングに入るとこの辺りでかかとがべたりと地面にくっついています。で手の位置は今こちらにありますので、手の位置が腰の辺りまで来た時に完全に左足が下がっているような状態になっています。ですので腕が下がることによって荷重がかかって下への同じ方向の動きがかかって左足が完全に接地して体重を受けて左足に軸をシフトしているような形ができるのではないかと思います。で完全にベタ足で両方やっていただいて同じようにスイングができていれば良いのですが、逆にベタ足でクラブのこの負荷を受けると逆に左足や左腰だったり左肩が上に跳ね上がるような形の動きになってしまいやすいので、なるべくここは浮いているような意識からダウンスイングで腕やクラブの重さを受けて左かかとが下がっているような形を取れると良いのではないかと思います。他の選手でも見てみたいと思います。このようにバックスイングしてややヒールアップをしているような形になって、この足がどの時点でついているか、大体になりますがこの辺りで左かかとが着弾していますので、先ほどと同様やはり手が下がってきて左足が下がっていくというような状況になります。やはりこのメリットとしては左足が下がる時期と腕が下がる時期が同一になっていますので、まだこの膝の角度に余裕が保たれやすいというメリットがあります。ですがあまりにもベタ足にしてしまいますと、そこの角度自体がこの腕を下げた瞬間にやはり伸びるという状況が出来上がってしまいますので、この軽い大げさにヒールアップをする必要はありませんが、足は浮いていてこちらの右足の方に体重が乗っているような形をしっかりと作ったバックスイングのところから腕の重さやクラブの重さをうまく利用して荷重を左にかけられると、この左サイドが低い時間帯が長く作ることができますので、低い体勢のまま打撃して上から下にボールを捉えることができますので、よりボールに効果的にヒットすることができます。ですので注意したいのはやはり、軽いヒールアップを体が硬い人なんかは特に自分もそうなのですが、軽く後ろのかかとはこのように浮いても構わないというような意識でバックスイングをしていただいて、そしてこの腕の重さでその左足が下がっていくというような意識を持ってバックスイングからダウンスイングを練習していただくと、タイミングやダウンスイングのきっかけなども取りやすいのではないかなと思います。あくまでこの左足をついてから下ろすわけではありませんので、重さが来るのでその重さを受けて左足がついていくというような状況ではないかと思います。逆にベタ足であっても同じような動きをしていますので、こちら足がくっついていますが、しっかりと手が動いた直後に軸が重さで左によって左かかとがくっついて、実際はベタ足で打っていますがくっついているような状況ができていますので、その辺もベタ足であってもできていればいいのですが、ベタ足だとイメージがつきにくい方はこのようにかかとを浮かせている状態からこのようにグリップがこのように進んできたことでかかとが最後にこう着地しているような形を意識して練習していただくと、体も開かないで、重さと重心移動でしっかりとダウンスイングに入って回転につながっていくスイングができると思いますので、練習していただければと思います。他のスポーツで考えていただいてもそうなのですが、このように左足が着地してる時ですね、この時の手の位置というのはもうこの辺りまで手が出てきていますので、やはりかかとがくっつく時期というのはこのように手が出てきた重さを逃がすためにかかとがついてそのまま体が回転の方に力を逃がしていく作用もありますので、先に着地が早いと止める動きになってしまって体に衝撃が強くかかってしまいますので、そういった意味でもかかとがしっかりと着地してその着地するためには手がしっかりと出てきた時に重さで着地していくような意識を持って練習していただければ良いのではないかと思います。そういう形で確認しながら練習してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。